こんにちは、フィーフィーです。え韓国の最大野党共に民主党の代表が、韓国経済はパーフェクトストームに備えるべきだ。今の政権は何の対策もしていないと、ユン・ソン・ヨル政権を批判しましたえ。これ、野党共に民主党の代表は、今年5月に韓国で行われた大統領選で、ユン・ソン・ヨル氏に敗れた ジェミョンという人なんですねでこれによって共に民主党の政権から国民の力に政権交代したんですえちなみに「パーフェクトストーム」とは経済用語でいくつもののの災難が押し寄せて嵐のような状態のこ,とを言いますこれ日本では聞き慣れない言葉なんですがそれは日本がこうした状況に陥ることがないからなんです ただ、この共に民主党が現政権に何もしていないなんて批判する資格はないんですよね。全政権こそもう何もしていないどころか、韓国経済をここまでぶっ壊した張本人ですから。それなのに、この野党共に民主党のイ・ジェミョン代表は自分たちの無能さを棚に上げて、もうさらに今のユン・ソン・ヨル政権を批判しています。 野党、共に民主党のイジェミョン代表は、この経済危機に対して、ユン・ソン・ヨル政権は危機感がなく、前のムン・ジェイン大統領への恨みから報復することだけに必死で、野党叩きに力を注いでいる。今はそんなことをしている場合ではなく、超党派で協力して、この経済危機を克服しなければいけないなんてことを言っているんですね。 ま、よっぽど追求されたくない、まあ、都合の悪いことでもあるんでしょうか。というか、このままでは韓国経済でパーフェクトストームが起きるということは、もうムンジェイン政権の時から何度も言われていました。えむしろそれを何度も専門家たちから指摘されていても、何も対応してこなかったのは、ムンジェイン政権なんですよね。え確かに今のユンソン・よル政権も経済には弱いと思いますが、 少なくとも、ムンジェイン政権がめちゃくちゃに引っかき回してきた日韓関係や米韓関係を必死に修復しようと動いています。え実はここまで韓国経済が悪くなったのは、まあ確かに、 韓国経済の基盤が弱いという、まあ基本的なところでの問題もありますが、大きな原因は日韓関係と米韓関係をこれまでにもないほど悪化させたことなんですよね。もし韓国が日本やアメリカとこれまでのような関係なら、少なくともいつものように経済支援を受けられたはずなんです。日本からも、そしてアメリカからも通貨スワップをしてもらえないのは、 これ、ムンジェイン政権のせいなんですねえ。韓国経済を根本から今すぐに立て直すには、もうあまりにも課題が山積みで、もう何ともできないので、ユン・ソン・ョル政権はせめて、日本やアメリカとの関係を修復しようと今、必死で駆けずり回っています。まあ、目の付けどころは悪くないんですよね。え前の政権、ともに民主党に何の経済対策もできていないなんて言われたくはないでしょう。 あと、この共に民主党の代表、イジェミョン氏は、ユン・ソン・ヨル政権が野党弾圧ばかりしているなんて批判していますが、これも弾圧ではなくて、共に民主党の不正を追求しているんですよね。例えば、10月26日、この共に民主党のイジェミョン代表の30歳の長男が、今、常習賭博疑惑などで、検察に捜査をされています。 韓国で常習賭博は3年以下の懲役、また206万円以下の罰金に課せられる犯罪なんですね。あと他にもあります。この前、ユン・ソン・ョル大統領の施政方針演説が行われたんですが、この時、最大野党の共に民主党の議員が全員議会をボイコットしたんです。これは極めて異例のことだし、ありえないんですけど、 その理由も、前回の大統領選での不正資金の疑惑で共に民主党が検察に捜査されていることに対する反発からだったんです。ユン・ソン・よル政権は大統領の施政方針演説をボイコットした共に民主党のやり方に職務放棄だと強く非難していました。 あと、共に民主党は、ムンジェイン政権の時に起きた北朝鮮軍による韓国公務員の射殺事件でも、情報隠蔽の疑いで今捜査をされていてで、この件ではすでに当時の国防大臣が逮捕されています。 ま、要するに、野党共に民主党の代表である、イジェミョン氏は、ユン・ソン・ヨル政権は野党叩きばかりして何も経済対策をしていないなんてことを言っていますが、これ野党叩きでも弾圧でもなく、もう明らかに共に民主党に対するいくつかの疑惑に対して次々とメスを入れられているだけなんですよね。 自分たちの不正を検察が捜査することに対して野党の弾圧だなんてて言っているわけですまあこうした共に民主党の言い分にも何も考えていない人たちもしくは背景をよく知らない国民の中にはそうだと流されてしまう人たちも多いんですよね実際野党共に民主党は韓国国民から大人気なんです 韓国経済はぶっ壊したにもかかわらず、常に高い支持率を維持してきました。それは強い反日姿勢だったからなんですね。反日思想がどっぷりすり込まれた韓国国民にとっては、前のムンジェイン政権の方が大人気なんです。ただ今の政権も別にベースは新日というわけではありません。反日度合いが弱いだけなんですね。 あとは、どうしても韓国経済を立て直すために、日本からの経済支援が必要なので、日本にすり寄っているわけです。だから、経済対策のために、今のユン・ソン・ョル政権が日韓関係の修復に動いている姿勢が、韓国国民にはよく映ってはいないのでしょう。新政権がスタートして以来、ずっとユン・ソン・ョル政権の支持率は低いままです。 あと前のムンジェイン政権は日韓関係を絶望的に破壊して韓国経済を追い込んだだけではありません。韓国経済を支える唯一の頼みの綱であるあのサムスンの活動を邪魔してサムスンを弱体化させたんです。サムスンの創業者が 親日課だったという理由だけで、サムスンの事実上トップであった当時の副会長を捕まえて刑務所にぶち込んだり、もう散々サムスンに対してムンジェイン政権は嫌がらせをしてきました。しかもアメリカが対中戦略として半導体産業を拡大しようと動いている重要な時にサムスンのトップは塀の中にいて指示が出しにくい状況でした。 で、その頃、ムンジェイン政権はというと、中国に寄りすぎていて、アメリカからの信用をことごとく失っていったんですね。アメリカは信用の置けない韓国に半導体を任せようという気にはなれず、なんと、これから成長を見込める台湾の半導体の投資に力を入れ始めたんです。それは台湾がアメリカやそれこそ日本に忠誠を誓うほど信頼できる国だからなんです。 ムンジェイン政権は韓国の半導体がこのままではやばいとようやく気がついてサムスンの副会長を釈放するんですね。で、サムスンの副会長はその足ですぐにアメリカに飛びますが時すでに遅し、韓国の半導体がアメリカから見放されている現状に失望します。そしてこうつぶやくんですね。未来のことを考えると暗い気持ちになると。 まあ本当に今その通りになってしまいました。アメリカとそして日本は台湾の半導体産業に投資をして台湾を育てることに今力を入れています。ちなみにサムスンの副会長はつい最近父親の後を継いで会長に就任しました。これもこれまでムンジェイン政権の時に被せられた罪がすべて払拭できたことでようやく 会長の座についたんですよね。会長に就任するまで随分と時間がかかりました。あとまだあるんです。しかも経済だけではありません。ムンジェイン政権のせいで今の韓国が迷惑をこむっていることがあるんです。それはつい最近、韓国が国連の人権理事国から落選したことなんです。 これもムンジェイン政権下で人権問題が軽視されてきたことが原因だと言います。例えば国境を渡って韓国側に入ろうとした脱北者を韓国側の人間が羽い締めにして また、北朝鮮に突き返したことがあったんですよね。それが韓国国内では問題になっているんですが、まあ、それだけではなくて、そもそも韓国は人権を軽視していると、ムンジェイン政権の時にアメリカ政府からも指摘をされていました。前のムンジェイン政権は人権を専門とする弁護士出身なんですけどね。 まあ、こうしてお話ししてきたように、とてもじゃないですが、韓国の最大野党である共に民主党は、今のユン・ソン・ョル政権を批判できる立場ではありません。ただえ、韓国国民がこの共に民主党を支持してしまえば、また共に民主党が政権を握ることは十分にあるんです。 しかも経済が一向に良くならないのい良いことに、共に民主党が今政権叩きに勢いづいています。まあ、結局今の韓国を見る限り、まあ、簡単に経済を立て直すことは難しいようですし、政権が交代しようが、まあ、どっちに転んでも、この先も厳しい経済状況には変わりないでしょう。さて、ここまでお話ししてきましたが、皆さんはどう感じになりましたか コメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。